リスマスの日に夜こう寝てたら、なんか外で鈴の音が聞こえて、なんかシャン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 って聞こえて、はっと思って来たと思って寝ました。そしたら次の朝ちゃんとプレゼントが頭の上に置いてあって、サンタさんが来てるんだと思って。お母さんがあのクリスマスプレゼントを私が欲しいって言ったのをそのままくれたので、まるっきり一緒のをくれたんで、これはもしやと思って聞いたところ、お母さんが買ってくれてたそうです。まだ彼氏とかそういう付き合いみたいなのがないので、彼氏と一緒にこうクリスマスの夜をデートしたりとか、ロマンチックな感じでやって、観覧車とか乗ったり、いろいろデートがしたいです。小学校1年生の時に足の親指にイボができてて、クリスマスの日に取れたらいいなとか思ってた朝起きたら、そのイボがなくなってて、え、気持ち悪いと思って、で探してもどこにも落ちてないから、これはきっとサンタさんが持って帰ってくれたのかなとか思ったんですよね。家になんと初めてチキンの丸焼きが出てきたんですね。でそのチキンの丸焼きを見てみんなびっくりしたんですけど、それをお昼にお母さんが作ったというか買ってきたんですよ多分。でそれを夜に食べるため、温めるために電子レンジで温めようという風になって、で電子レンジに入れようとしたんですが、なんとそのチキンが電子レンジに入らなかったんですよ。だからその電子レンジに入らなかったために、家族は冷たいチキンを食べたということで、ちょっと寂しい思い出になるんですけどね。毎年いつも同じ友達と過ごします。キャハ気持ち悪いな、自分で思った。そうですね、去年のクリスマスは友達と風がビュンビュン吹きながら風に対抗して自転車こいでました。イエーイ、寂しいみんなでクリスマスパーティーをやろうということで、おじいちゃんとお母ちゃんとか呼んでやって、そしたらこうピンポンってなって、で弟たちと弟二人とガーって玄関に走って行ったら誰もいなくて、なんかプラスチックみたいな 靴にお菓子がいっぱい入れてあったんですよ。で、あ、すごい不思議だなって思ったことがあるんですよ。小学校1年生の時にあのクリスマスの日におばあちゃん家に泊まりに行って、で雨がサンタさんがおばあちゃん家に行ってたら留守やと思って来ないって泣いてたら、お母さんがサンタさんにちゃんと手紙を書いて、おばあちゃん家にいるからおばあちゃん家に来てくださいって書いたら来るよって言われて、一生懸命書いて、でおばあちゃん家で寝てたら、朝起きたらでっかいクマのぬいぐるみがあったから、こうアミがすごい喜んだわけです。私は毎年クリスマスに携帯を変えるんですけど、今年は何しようかまだ迷っています。あとは理想のクリスマスはやっぱりまだ高1なので、友達とワイワイパーティーをしたいなと思っています。クリスマスの思い出はいつも家族と一緒にケーキを作って食べたりして盛り上がることですね。私の理想のクリスマスはですね、やっぱりホワイトクリスマスになってほしいし、今年は去年できなかったお友達とワイワイパーティーとか、あのプレゼント交換とかができればいいなって思います。で小学校の頃に友達何人かとプレゼント交換をしたこととかしたことです。そしてですね、理想のクリスマスは綺麗な並木道のある場所に行ったり、美味しいケーキとか美味しいごちそうをいっぱい食べたいと思います。早く素敵な彼氏を作って、ですごい景色のいいところで大きなクリスマスツリーが立ってるところで一緒に喋ったり、はい、一緒に過ごしたいです。小学校3、4年生ぐらいの時にサンタさんの緑光を見たことがすごい印象に残ってて、で将来の夢はいろんな面でこう多くの人に認めてもらえるような存在になれればいいなと思います。理想のクリスマスはやっぱり好きな人とこうなんか過ごしていて、なんか雪が降ってきたりとかして、なんかそういうロマンチックなクリスマスもいいんですけど、友達同士でワイワイ騒ぎ合うようななんか
パーティーチックなクリスマスも憧れますね。フルーツポンチでクリスマスデーにフルポンのライブをやることです。そして将来の夢は尊敬される女優さんになることです。スイーツになる前にオーディションをいろいろしていて、ダンスやボーカルを頑張ってる間にこう合宿メンバーなどと一緒にご飯を食べたりしたクリスマスイブはすごく楽しかったです。私の理想のクリスマスは、大親友カノアセで3人いるんですけど、その3人で、20歳過ぎても30過ぎてもこうお鍋をつつきながらお酒を飲みながら、今年もクリスマス彼氏できなかったねって言いながらこう笑いながら過ごすのが私の理想のクリスマスでございます。